こんにちは。7月の15日、火曜日の日替わり竹部でございます。今日はですね、まあ非常に朝退屈だったという言い方をするとちょっと叱られてしまいそうなんですけども、リキアの FX 道場のブログにちょっと書かせていただきました。これ1900何年だったかしら、38年だったかもしれませんけども、本日、当時まだ近衛内閣だったそうでございますけども、本日を置いて、1940年に予定されていた東京五輪の中止を決定したそうでございます。まあいろいろですね、まあ当時、欧米諸国と違って初めてアジアの国でというところでの、まあ、五輪の開催、まあ、誘致が決定したんですけども、残念ながらこれ当時日中戦争であったりだとか、まあ、いろいろ資材に対しての、まあ、不足というものをいろいろ軍部から圧力がかかって、まあ、これ辞退したというような歴史的な日だそうでございます。2020年においては、東京五輪、これもちろん予定されているわけではございますけども、やはり改めてですね、これ国際協調だとか、まあ、要は変な言い方ですけども、お金がないと、資金がないと、イベントもできないなということが、ちょっとまあ歴史、まあ、急に何を私言ってるのかというところでございますけども、そういったところでのちょっとイベントの意味合いというのを今日ちょっと感じたところでございます。さて、そこで本日でございますけども、今日はですね、ちょっと注目いたしましたのが、まずは2つ、まあ、イベントというか、ちょっと中央銀行の会合の結果がございました。で、これはまずこちらに持っておりますのが、これ前回の RBA、 オーストラリア準備銀行でございますけど、これ RBA のホームページご覧になっていただければ、ご覧になれるかと思います。で、これの時に何が書いてあったかというとですね、マーケットが気にしましたのは、安定金利、こういったものが、まあ、現在、賢明なコースであるというような形、当面この動き、まあ、この金融政策を続けていく可能性が大だというような流れの、まあ、そういったニュアンスのことで書かれていたということで、市場、まあ、ちょっと警戒しておりました金利、まあ、利下げ観測というんでしょうかね、利下げに対する警戒感がかなり後退したというところでございます。ただし5ドル、まあ、ぜひですね、これリキアの FX 道場のブログもしくはマーケットポイント、ツイッターなどでももうすでにご案内させていただいているんですけども、5ドル円においてはですね、ぜひちょっと週足での一目均衡表、この雲の上限、ちょっとこの辺を意識しての展開というところだと思います。まあ、細かい数字、そちらの方でぜひご覧になっていただければと思います。そしてもう一つでございますけど、今度は日本銀行金融政策決定会合が本日なされました。で、現在まだ午後でございまして、実は日銀の黒田総裁の記者会見前なんでございますけども、ここでちょっと注目されましたのは、これもぜひですね、日本銀行のこれホームページどなたでもご覧になりますので、ぜひ一度ご覧になっていただければと思います。で、何がポイントだったかというところでございます。まあ、うっとうしい竹部のこのガチャガチャっとした見方で大変申し訳ないんですけども、ピンク色のマーカーでつきました。展望レポートというのが実はちょっと添付されておりまして、秋口にですね、これ GDP、 実質 GDP の、まあ、数値というのを 1.1% で4月の時点では見通しやってを設定していたんですけども、1% に、まあ、ちょっと下方修正されたというところでございます。そして流れの中では、まあ、大きなですね、追加緩和に対する期待感が高まったわけではないんですが、気持ち、まあ、少し円安に傾斜したというところで、1ドル101円の60銭台水準までぐっと上がったような経緯ございます。ただしこれは今 RBA が終わりました、 BOJ 日銀ございました、そして今夜でございますけども、実はイエレン FRB 議長の議会証言が予定されております。そこで今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。黒田さんからイエレンさんへと。で、要は何を申し上げたいかというところでございますが、23時イエレン FRB 議長の議会報告、議会証言がございます。で、ドル円相場でございますが、もうこれ以上これ以下何者でもございません。101円台の後半を抜けていくことができるのかどうかというところが、ドル円相場大きな焦点というふうにして見ております。以前ご案内させていただきました6月の FOMC の時に、まあ、金利の、まあ、利上げ観測をまあ、ちょっと期待させるような発言があったけども、結局、緩和的な、長期的な緩和政策は継続するんだというような発言の流れの中でぐっと下がったのが、これ6月19日の時、102円の40銭水準までつけて下がった経緯ございました。そして直近でございますけども、7月の10日でございますね、今度は実際に FOMC の議事録が発表されて、やはりですね、かなりコンサバティブな、雇用に関してはかなり改善があったにもかかわらず、慎重な
姿勢なんだなというところをマーケットが見て、101円の88水準まですっと上がって経緯ございましたが、その後は、まあ、現在ご存知の通りというところでございます。そこで、まあ、シーリングというか天井が 2-401-88 と、こういうふうにして以前ご案内させていただいたんですが、加えて、各種、まあ、テクニカル的な指針というのもかなりですね、寄ってきた感じがございます。101円台の後半、この水準を抜けていくことができるのかどうか。で、今夜でございますけども、じゃあ、イエレン FRB 議長、何を言うのかというところでございますか。これ個人的なあくまでも竹部水耕でございます。まあ、イエレンさんとお話はしたこともございませんし、肉眼でも拝見したことはございませんが、おそらくですね、まあ、これは、まあ、緩和的な姿勢というのを、まあ、急がないと、継続するだろうというような形のニュアンスがどの程度までおっしゃられるのか。そして、特にでございますけど、ニューヨークダウ、こちらがご存知の通り、史上最高値を更新している状況の中で、まあ、高値圏がずっと続いている中で、わざわざニューヨーク株式市場に冷水を浴びせるような発言をなされるかというと、ちょっと個人的な会議テクでございます。そうなりますと、まあ、ちょっと玉虫色になるかもしれませんが、ただし、まあ、よくよく見てみると、感じてみるところによると、やっぱり緩和的な姿勢というのは、継続するんだねというような見解が強まるならば、当然長期金利の方もこちらの方もまあちょっと下押し、そしてまあニューヨークダウが上がってくれるというんだったら、それがどの程度までドル円相場をまあ支援してくれるのかちょっと未知数ではございますが、過去底においては特に長期金利の動向が下押しになってくるようですと、ドル円相場も上進性が多分圧迫されるだろうというところだと思います。そうなりますと、101円台後半の動き、ちょっとこの方をよく見て、ストラテジーイメージでございますが、戻り売りスタンスというのはちょっと考えてもいいのかなというふうにして思います。で、さらにその手前でございますが、現在、101円の67銭水準でございます。この辺の日足の転換線等も見た場合に、この辺を突き破るような、まあ、午後でございますけども、まあ、夕方でございますけどもね、黒田、日銀総裁から円の緩和施策につながるような姿勢を見せるのかどうか、基本的には以前から申し上げておりますが、強気な鳩だと、強気な鳩派というふうにして、まあ、勝手に思っておりますが、いずれにしても今までの施策を否定するような形ではないかとは思いますので、いざという時には動くよというようなご発言はなされるかとは思いますが、大きな円売りにはならないのではないかなと、そうなりますと繰り返しでございますが、竹部的なストラテジーイメージは101円台の後半では戻り売り、で、この水準を突き抜けていくようだと当然、損切りでひっくり返さなくちゃいけないという形になろうかと思いますが、じゃあ下値、どこまで、まあ、目標値持っていいのかというと、やはり101円の30銭台、40銭台、もうこれも以前申し上げました、1-40、2-40というような基本的なレンジ感は変わってないのかなというところで、101円台の前半までどの程度まで押し戻していくことができるのか、そして、公的機関投資家とおぼしき101円台前半の、まあ、維持というものがなされるのかどうかというところが、今夜23時過ぎでしょうかね、大きく注目されるところかと思います。で、本日でございますけども、火曜日で、あとは水木金とございますけれども、本邦の投資家の皆様方もこれから、まあ、明日まだまだ、はい、気持ちは早いのかもしれませんけれども、連休モード入ってくるかと思いますので、気持ち1日前倒しという動きになるかもしれません。もちろん円の参加者というような東京からの参加者というところではございますが、ポジションがくる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 夏休み前ということで、市場の流動性も低下している中で切り返し激しいかもしれません。リスク管理の方は十分ですね、ご注意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、7月の15日火曜日の日替わり竹部でございました。